2022-23 Weリーグカップグループステージ第1節グループ A 大宮対浦和の対戦埼玉ダービーです。まずは9分、浦和です。今日初スタメンの14番上村がシュートを打っていきました。左足この位置から打っていきましたがゴールマウスを捉えることはできませんでした。そして30分です。大宮のゴールシーン、井上から中田愛優へ、このボールがゴールに吸い込まれました。ホームの大宮先制点。そして43分です。浦和です。菅沢のヒールパスから安藤、そして菅沢、右足でのシュート、サイドネットです。エンド変わって後半です。51分、大宮です。25番の村上から井上が打っていきました。そして52分、浦和です。ゴールキーパーのファインセーブがありました。菅沢のシュート、塩越からのこのボール、菅沢が最後打っていきました。スタンボ花がセーブを見せています。58分、大宮です。村上のクロス、ゴールキーパー、そして17番、遠藤も防いではいったんですけれども、最後に8番の上辻が混戦の中から決めていきました。山崎丸美もゴール前詰めていました。上辻の2点目、大宮です。そしてこちらがアディショナルタイム、浦和のゴールシーンです。直本が1点を返したシーンです。こぼれ球をしっかりと決めました。そして浦和の2点目、塩越柚穂、この位置から決めていきました。距離はありましたけれどもしっかりと決めていきました。2022-23 B リーグカップグループステージ第1節グループ A 大宮対浦和の対戦、2対2引き分けです。